よ、移動会社。俺という生物は常日頃何につけても安価なものを選びがちな習性がある。安さに目がくらみ、ガスみたいな吸引力の掃除機を買ったり、理科室でしか嗅いだことのねえようなアルコール臭い安酒を買ったり、犬小屋みてえな物件に住んだこともあった。中にはそれでも満足のいくものも確かにあったが、ハズレくじをつかまされるケースが多いのも事実だが、ペリカを叩けば必ずしも相応の対価が本当に支払われるのか。世の中には帝愛みてえな汚え組織も存在する。生き血をする昼みてえな奴らがよ。ってことで今回はトップバリューの最上質ブランド、トップバリューセレクト商品をいくつか食って、その対価に満足できるかどうか検証していきてえと思う。ってことで早速やっていくぞ。ってことでやっていくんだが、今回はみんな大好きトップバリュー会だ。以前にトップバリューのヤバい噂と商品だけで飲むみてえな動画を出したんだが、今日はその反対だ。トップバリューの最上質ブランドだけで飲むっていう企画だな。そう、以前にも話したんだが、このトップバリューっていうのはイオングループのプライベートブランドなんだが、その中でもこんな感じに4つのジャンルに分かれてて、ピンク色が一番ベーシックなトップバリュー、緑色が自然や環境に配慮したトップバリューグリーンアイで、黄色のがこの前試した最安値を歌ったトップバリューベストプライスってやつで、で黒色のがこだわり抜いた最上質の商品を提供するトップバリューセレクトっていう、この4つのジャンルに分かれてて、今回はその黒色のトップバリューセレクトってやつの商品の検証だな。多分今まで一度も買ったことねえんじゃねえかな。ってことでトップバリューの本気がいかなるもんか、忖度なしで検証していこうと思う。そもそも俺みてえなバカ舌が債務者舌が検証したところで意味ねえんだけどな。まあそれはそれで1サンプルとして見てくれ。ってことで買い出しに行ってくるぞ。ということで買い出しに行ってきたんだが、すまねえ、俺はどうやら大きな勘違いをしていたらしい。店に行って黒色のロゴのトップバリューセレクトを探してたんだが、全くどこにも見当たらなくて、おかしいなと思って調べてみたら、トップバリューセレクトの食品は米ときな粉と麦茶しか取り扱ってないらしい。あとはランドセルと化粧品がちょっとあるくらいらしくて、なんだよそのラインナップ。いや俺もっとそのプレミアム食品みたいなものがずらっと並んでるのかなと思ったら、どこ見渡しても黄色とピンクのロゴしか見つからなくてよ。あ、そういう感じなのか。もう先に教えておいてくれよみんな。まあでもせっかく店に行ってきて手ぶらで買えるっていうのもあれだったんで、今回はピンク色の一番ベーシックなブランドの商品をいくつか買ってきたんで、ちょっと動画の趣旨は変わっちまうが、まあそれでも初めて食うものだけ買ってきたんで、気を取り直してトップバリュー飲みやっていこうと思う。よし、ということでまず一品目はこいつだ。てん、焼き餃子。ってことで冷凍食品の焼き餃子だな。こいつが5個入りで税込みの1270ペリカだった。安いんじゃねえか。結構ピンク色のトップバリューブランドのやつだ。ってことで調理していくぜ。開封せず袋のままっていうのもいいな。え、これなんかちょっと切ったりしなくてもいいのか。本当にいいんだな。やっちまうぞ。これで爆発しても知らねえからな。600ワット1分30秒。ちょっと分かりづらいけど1分30秒。よし、ってことで温まった。おお、大丈夫か大丈夫か。パンパンに膨れ上がってるけど、なんならなんかちょっとここ裂けてねえか。商品名が綺麗に中心で真っ二つに裂けてやがる。縁起悪いな、なんかおお、あ、うまそううまそう。焼き餃子っていうか揚げ餃子みてえな見た目してんな。よし、ってことで食っていくぜ。そして食事。よし、ってことで手合わせください。あ、そうした、圧倒的、いただきます。よし、食っていくぜ。ってことで、じゃあまずは何もつけずにそのまま、タレとか特に付属してねえんじゃな。いただきます。あ、全然、あ、味いいぞこれ。つい何にもつけずにこのままでも全然食べられるぐらい、割としっかりめにタレに味付けがされてるっぽいな。このままでも全然十分に美味しい。で、皮がすげえもっちもちだ。まあ、餃子はなんかその薄皮でパリパリ派とちょっと厚めの皮でもちっと派がいるかもしれねえけど、これはどっちかっていうと厚めでもちもちとした皮だな。でもその皮の主張に負けないぐらい、うん、割とタレも詰まっててバランスはいい感じだな。うん、うまいうまい。ということで、まあ何もタレとかなくてもうまいとは言ったものの、ベスト、胡椒、酢胡椒で食っていこうと思う。餃子はやっぱ酢胡椒だろ。いや、いいぞ、トップバリューのピンク餃子、胡椒。あ、これまさか、ちょっと待って、うわ、もう、最悪、うわ、
なるほどな。こういうことかよ。おい、穴開いてたんか、お前。これ、ここに穴が開いてるタイプのやつとか全部すがんじゃよ。もうさっきまで気持ちよく食ってたのに。だってこうなってくると、またもうこの餃子のタレをつけるんだとしたら、別途この皿を用意しなくちゃいけなくなるじゃねえか。そうなってくると、洗い物が増えて嫌なんだよな。やっぱこの、ここで完結させてほしかったな。一つはこの穴の開いてない枠を設けるとかよ。そういうちょっと配慮ができてたらもっと良かったな。まな板についた調味料に餃子つけて食うのなんて初めてだよ。いただきます。あ、うめえ。でもうまい。やっぱ酢胡椒で食うと一気に引き締まるな。あ、お酢はな、ちょっとこれ匂いが取りにくいから嫌なんだよ。なんでもっと早く教えてくれねえんだよ。遠藤さんは、遠藤さんいつも汚染だ。うわあ、すごい酢、うわ、すごい酢の匂い。小さい頃に初めて食べた酢だこさんの時と同じぐらいの衝撃だ。まあいいや、ということで餃子食ったらあいつ飲むしかねえだろってことで、遠藤さん、あいつ提供してくれたら俺も許してやらないこともねえぞ。遠藤さん、よし、ということでこのトップバリューピンク色ロゴの焼き餃子ときたら、今日はこいつ、せーの、ぜーん、トップバリューピンク色のやつ、プレミアム生ビールってやつだ。前飲んだあの黄色いロゴの第3のビールじゃなくて、これはちゃんとしたれっきとした生ビールだ。な、これ初めて飲むんだよな。てのこつの値段が税込みの1840ペリカだからな。普段飲んでるキンキンのやつとあんまり変わんねえからよ。ついキンキンのやつを買っちまいがちなんだが、さあこいつ果たしてどうだ。うおっ、いかちい音するな。ちょっと固めの音だったぞこいつ。大丈夫か、お前やれるか。前もあのグラスに出して飲んだんで、冷凍庫でキンキンに凍らせておいたグラスに。ビール注ぐのめっちゃ下手なんだよな。あ、いやでも今回上手だぞ。よし、お手本のような七大さんだ。じゃあよだれみんな、今日も一日お疲れ、乾杯。あ、ちゃんとビールだ。すっげえなんか香りが華やかだな。どっちかっていうとあのプレミアムモルツ寄りだな。あー、で結構苦いな、後味が。これビールの苦味が好きっていう人は好きなんじゃねえか。あ、確かに書いてあるな、ここに。華やかな香りと飲み応えってことで。華やかなのは間違いねえ。あの黄色ロゴの第3のビールと比べると、うん、ちゃんとビールしてるなっていう感じだ。いや、うまいうまい。まあ、でも俺がビール飲みたいって思う時に選ぶビールはやっぱりキンキンのやつかな。あの辛口で喉越しのいいキンキンのやつだな、やっぱり俺は。あんまりこれごくごく一気に飲むようなビールではね、味わいながらゆっくり飲むようなビールだな。餃子とビールってやっぱ文化なんだな。うわぁ、めちゃめちゃうめぇ。あ、はい。はい。はい。なんかちょっと荷物が届いたみてぇだ。つまりちょっとあの、お届け物が届いたんだけど、すげぇあの、本当に嘘みたいな話でめちゃめちゃちょうどいいことに、こんなものが届いた。ちょっと見てもらおう。ぜぇ、トマトジュース、トマトジュースでもちょっと見てくれ。あ、まあ普通あのカゴメとかなデルモンテとか伊藤園のトマトジュースもある中で、こいつら黄色いロゴのトップバリューと、あとさっきあのないって言ってたこの緑色のグリーンアイブランドのトップバリューのトマトジュース、なんてタイムリーなお届け物なんだ。ちょっとこいつらも後で飲んでみるか。あー、いやーうまい、餃子とビールはうまい。次はこいつだな。って南三陸静川産メカブってことで、ピンクロゴのトップバリューメカブだ。メカブも大好きなんだよな。メカブとかモズクとか結構好きでいろんなやつ食べるんだけど、このトップバリューのやつは初めてだな。いやー、メカブにそんなに良し悪しねえとか思うかもしれねえけど、磯臭さだったりとか、あとこのタレだよな。タレに結構良し悪しが出てくんだよ。あ、ちなみにこのメカブは税込みの2130ペリカだった。まあ、メカブってこんぐらいの値段だよな、大体。タレをかけて、でしっかりとメカブにタレを絡ませてやって、よっしゃ、トップバリューさんのメカブ、トップバリューさんじゃねえか、静川さんか、いただきます。あー、なるほど。え、これ無添加なのかな。すっげえタレがあっさりしてて、なんかもうさっと消えていくんだけど、あのコカ・コーラゼロ飲んだ時みてえな感じ。なるほど。ちょっとこのメカブのタレはパンチに欠けるかなっていう感じ。本当になんかもう添加物とか一切入ってないんじゃないかっていうような、優しくてあの後味が全く残らないような感じ。ちょっと醤油とか入れたくなるな。
これはしょっぱめのタレじゃなくて甘めのタレだな。いやまあでもメカブが健康にいいからな。うん、ごちそうさまでした。いやじゃあ次の商品がこいつ。デミグラスソース赤麺で仕上げたビーフハヤシ。こいつもちゃんとピンク色トップバリューブランドだ。ビーフハヤシときたらやっぱ米も食いてってことで麦ご飯も買ってきた。同じくピンク色トップバリューブランドだ。ビーフハヤシの方が税込みの1270ペリカで、麦ご飯の方が税込みの1160ペリカ。まあ安いんじゃねえか。特にこんなビーフシチューとかハヤシライスのルーなんて自分で作ろうと思ったらマジで何時間はかかるからな。煮込みやらなんやらして、ちょうどタイムリーで牛タンシチューなるもの作ったけど、あれ4時間かかったからな。それが手軽に127円で、あ、1270ペリカで買えるってなったらもうほらありがてえよな。ってことでじゃあ温めていくか。まあ、前のカレーはまあちょっとなんか薄味ではあったからな。今回のはこれ調子良さそうだぞ。なんかシャビシャビ感とかそんなになさそう。あ、すっごいデミグラスソースのいい香りがする。これいいんじゃねえか、期待できるぞ。てか今ふと思ったんだけど、なんで学校の給食ってカレーは出るのにハヤシライスは出ねえんだろうな。やっぱ手間がかかるからかな、ハヤシライスって。じゃあラップかけてくれってことなんで、そこにラップをかけていくぞ。よっ、俺は伊藤大志、もう大志、俺のことは魂。そしたら電子レンジの中に行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。最速で取る。よし、あっち。最速で火傷したこのエビめ。じゃあ麦ご飯の方も行ってらっしゃい。これ天国か地獄か皇帝か奴隷か2つ。やっぱカレーライスと言ったら麦ご飯だからな。いただきます。さあまずはそのままハヤシライスのルーだけ、ひき肉以外の牛肉もちょっと入ってるって言ったような感じだな。いただきます。これは、なかなかうまいぞ。しっかりと牛肉の旨味と香りを感じられる。ルーはちょっと甘めだな。子供がめちゃめちゃ大好きなタイプのハヤシらしさ、これは。うん。いや、さっきも話したけど、給食の話。学校の給食でもしハヤシライスが出るんだったら、多分こういうような味付けになるんだろうなっていうような感じのハヤシライス。で、麦ごめ。ん？なんだろう。ビニールの風味がする麦米。いやでもハヤシライスうめえなこれ。正直俺がこの前動画で作った巨大牛タンビーフシチューよりこっちの方が好きっていうやつおそらく多数いると思う。いや完成されてるなこれ。シャバシャバ感とか薄さが本当に一切ない。麦ご飯買うんだったらこれも一緒に買わねえとダメだな。白米のもいいかもしれない。うん、ごちそうさまでした。うまかった。よし、じゃあどんどん行くぜ。次がこいつだ。てん、ふっくり仕上がる浅野の酒蒸し。こいつもちゃんとピンクロフのトップバリューブランドなんだけど、いや初めて見たな、アサリの酒蒸しの冷凍食品か。ただこいつが高かったんだよ。税込みの4290ペリカ。冗談みてえな値段しちゃうと初め目疑ったもんな。まあまあまあ、でもアサリも高えからな。ってことで酒のあての定番アサリの酒蒸しだ。いやこれ楽しみだな。これもちょっとここ開けてそのまま電子レンジで500W5分、600W4分20秒。結構時間かかるんだな。オープン。さよなら。さよなら。よし、あったまったんだが、ものすごいいい香りしてんだよな。ジュージュー言ってるけど、いやこれ本当にシャレにならない熱さだぞ。多分ネタ抜きで本当に熱いやつだって。だから言ってるじゃん。熱い熱い熱い。うわちょっと待って、うまそう。おいちょっとみんな、これめちゃめちゃうまそうだぞ。結構ぎっしり入ってやがる。アサリの身も縮んでね。熱い。これうわ、汁もたっぷり入ってる。この汁でパスタとか作ってもうまそうだな。香りすごくいい。これはうまそうだ。ちょっと熱々のうちに食ってこう。よーし、トップバリューブランドのアサリの酒蒸しいただきます。ほら身が縮んでねんだよ、加熱しても。すげえ、これ期待できる。いただきます。あさりうめえ。うまいけどやっぱちょっと出汁が甘いな。もうさっきからこればっかり言ってんだけど、いや甘いんだよな。なんかうわもったいねえ、惜しい。いやでもあさり自体は本当にプリプリで食べ応えがあって、これ上等だぞ。うん、
甘い。アサリの味と香りはすごくいいのに、なんでこんな甘いんだよ。いや、本当に、いや、マジでマジで、みんなちょっと高いかもしんないけど、これ食ってみてくれ。俺が単純になんかその甘いものが苦手だからこうやって言ってるんじゃなくて、甘いんだって本当に。うわ、物がいいだけにもったいねえな。アサリの質がとにかくいいのはすげえ伝わってくる。甘いんだよな。期待していただけになんかこう悔しいというか、素質があったからこそ、物が良かったからこそ、つい口酸っぱくして言っちまうところあるじゃねえか。それが今ちょっと出てるな、このアサリに対して。お前ならもっとやれたよ。いや、悔しいんだよ俺は今。悔しい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 、だがこれでいい。とはならねえからな。これじゃダメだよ。まあまあ、でも俺もやっぱ影響する上でしょうがねえことなのかな。いやー、悔しい。その一点に尽きる。よし、ということでじゃあ次はこいつだ。せーの、ぜん。うまみ和豚。豚肉、肩ロース肉だな。これもな、しっかりとピンクロゴのトップバリューブランドなんだけど、生鮮食品も置いてんじゃな。豚肉にもトップバリューブランドってあったんじゃなと思って、ちょっと思わず買っちまったんだけど、これはちょっとはっきり言って高い。いや、わかんねえ。俺が普段なんか値引き商品ばっか買ってるから、金銭感覚狂ってんのかもしんねえ。いや、でもこいつに関しては、もう自分の調理次第だからな。なんか甘いだのなんだのとかもうケチつけられねえから。まあ、なんかそのトンテキ用とかに使ったらいいのかもしんねえけど、まあ、そんなトンテキなんて濃い味付けしちまったら、この豚本来の味が一切わかんなくなっちまうからな。もちろん、塩と胡椒のみで焼いていくぞ。スキレット用意して。持ってくれ俺の体、軽くバイブし、チャカ。塩と胡椒を両面に振りかけて、うまみ和豚を焼きのけさ。よっ、おー、うまそう。よし、ということでこれにて豚肩ロースの塩コショウ焼きの完成だ。よいしょ、いただきます、ね、いや、いい感じの焼き目。これはもう塩コショウで言い訳聞かねえからな。いただきます。うわ、うまっ。うわ、うまっ。しっかり噛み応えがあって、噛めば噛むほど旨味が出てくるような、全然豚の臭みがないな。豚臭さっていうか、もうなんか鶏肉なんじゃねえかってぐらいいい意味でそうしないというか。いやー、これだよこれ。やっぱ酒飲みにはこういうちょっとしょっぱい脂っこいもんだよな。いや、うわ、ちょっとこれにレモン塩で、うわ、ぜいたくに真ん中の部分、こんなに繊細で癖のない豚肩ロースステーキ肉はもう塩コショウとレモンだけで十分。うめえ。やっぱ豚肉のこのこってりとした脂身にはさっぱりとしたレモンだよ。ビールに合わねえわけがねえ。あー、うめえ。いや、これだ。晩酌欲が満たされてくな。でもビールなくなっちまったんだけど、今日酒これしか用意してねえんだよな。くそ、もっと買ってこなかったよ。うわ、うまい。噛めば噛むほど梅。ちょっと遠藤さん、この味のするガム開発してくれ。いや、開発しないか、一緒に焼き豚ガム。じゃあ遠藤さん、遠藤さんで。よし、ということで次が最後なんだが、飲みの最後と言ったらやっぱ麺類だろってことで、こいつぜん、きしめんざ。こいつもしっかりとトップバリューのピンクロゴブランドだ。税込みの3,220ペリカだったら、まあまあ安いんじゃないか。結構ボリュームも入ってそうだしな。まあ割と安い方だと思うんだけど、やっぱ愛知県民としてきしめんはちょっと辛口に評価させてもらうぜ。なるほどな、スープが下に溜まってて麺が伸びねえようにセパレートしちゃうんだな。あ、ちょっと待って、なんかここ書いてあるけど、帯をしたまま電子レンジで加熱し帯を外しますって、これひょっとしてこの帯をしたままっていうことをこいつは言ってんのか。え、むしろこれ帯取らねえと帯加熱したらまずいんじゃねえのか。騙されんな、イカ様だこれ多分。よし、いってらっしゃい、いってらっしゃい。あー、うめえ。やっぱ遠藤さんのやつは落ち着くな。実家のような安心感。加熱し終わったぜ。シャ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 シ、めちゃめちゃ鰹節の香りがしてんだよな。いや、ほら、鰹節がたっぷりめに入ってるもんな。入れすぎなんじゃねえかってくらい鰹節入ってるけど。そしたらこの上の頭の部分を、よーし、いった。七味唐辛子をかけて、きしめんの完成だな。
愛知県民としてここはもう辛口に評価させてもらうぜ。そんだけなしにな、ちょっとでも気に食わねえところあったらもうガンガン言ってくからな。あっちあっちいいな、マイナス2点。いや、あっちいいことはむしろいいことだ、プラスだ。まあ言うて俺きしめんなんてあの愛知で食ったことないんだけどな。そもそもきしめんより普通のうどんの方が俺好きだし。よし、ということでトップバリューブランドのきしめんいただきます。いや、だからもう本当にだからねえ、だからさ、だからさ、なんで甘いの。何もかも、まあ麺は普通だな、かもなく不可もなく、まあちゃんとしたきしめんって感じ。いや、だしだよ、だし、やっぱ甘いんだよな。いや、あさりの酒蒸しほどではねえけど、いや、まあなんかそばだしとかだったらまだわかるけど、うどんのだしでなんか甘いのはちょっとちげえじゃねえかなって俺個人的に思っちまうんだけど、みんなどうだ。なんか俺甘いしか言ってねえな。今日トップバリューのこのピンクロゴのやつは甘いのか。思い返してみたらそういえばこのビールも甘かったもんな、華やかとか言ってたけど。いやー、でもなんかちょっと食えば食うほど癖になってくるな。なんだこれ、俺の名古屋魂がソウル魂がうずいてんのか、表明してんのかもしんねえ。ちょっとじゃあ胸の奥どこかで名古屋県民としてこいつを嫌いになれねえ何かが俺の中にあるのかもしれない。食えば食うほど病みつきになってくる。むしろもっと甘くてもいいとさえ思い始めてきた。うん、うまい。か、思い直してみたらこいつが280ペリカが文句言えねえよこれは。うわ、最後の方なんかもう、かつお節がひったひたになって、より出汁が出てて、うめえ。うめえじゃねえか。慣れたんだな、俺がこいつに。ああ、なんか気づいたら、汁も全部飲み干しちまった。謎の魅力があったな、こいつ。絶妙なチープさがたまらなく、なんか愛おしくなってきたな、最後の方。ああ、いや、なんだかんだ、うまかった。うん、満足だ。完食！ごちそうさまでした。ということで、今回は、ピンクロゴのトップバリューブランド飲みをしてみたが、全然悪くなかったな。悪くなかったっていうか、まあ、本当に普通に俺なんかにとってはもう十分すぎるくらい満足のいく晩酌になった。まあ、そもそも黄色ロゴのものと比べてちゃんと評価されてる商品ばっかだからな。今更俺がとやかく言うのもあれなんだが、まあ、でもこれだけは言わせてくれ。全体的に甘かった。あ、なんかわかんねえけど、今回俺が買ってきたものがたまたまそういうものが多かったのかもしれねえし、はたまた俺の舌がバグってるだけなのかもしれねえけど、全体的に甘めの味付けがされてるような気がしたのが、ちょっと個人的には気になっちまったな。まあ俺は極端に甘いもの食わねえからな。おそらくそこの要因が大きいんだろうが、まあ、よかったらみんなの意見も聞かせてくれ。あと酒に合うおすすめのトップバリュー商品なんかもあれば、コメントの方で教えてくれ。今度またリベンジしてえな。ってことで今回も圧倒的ご視聴ありがとうございました。じゃあな。江戸さん、ここ逆にノーマルクとかいう圧倒的経営プランの一緒に話しねえか。今回は間違いで逆に言ってるかもしれないわ、江戸さん。江戸さん、よし、じゃあ最後にこのたまたま届いたトマトジュース飲んでくか。じゃあまずはこっちの黄色ロゴのトマトジュースから飲んでみるぜ。いや、マジ一人にトマトジュースといや本当に良し悪し出るからな。一旦な、これ振ってやんねえと下の方にとごってるからな。さあどうだ。おー、結構ドロドロとしてるな。いただきます、乾杯。ああ、見かけによらずすごいサラサラとした飲み応えだな。まあ、甘みはやっぱそんなにねえな。そうだな、なんかそのトマトの濃厚な旨味みてえなところで言うとちょっと薄いかなっていう感じはある。さあそしてこっちのグリーンアイオーガニックトマトジュース、あ、でもオーガニックの方がより味が薄いような気がするな。うん、こっちの方がなんかよりサラサラしてるような気がする。さあ味はどうだ。乾杯。うわ、すげえサラサラだ。サラッサラ。で、なんかオーガニックって言われてるからなのか、若干こう、大地の香り、土の香りがするというか、大地をより感じられる味わいになってるような気がする。
うん、本当にこっちの黄色ロボトマトジュースをちょっとだけ水で割ったような感じの味わいだな、こいつは。そうだな、まあ、どっちを買うかって言われたら、俺トマトジュースは結構ドロッとしたトマト感のあるトマトジュースが好きなんで、こっち選ぶかな。でもトマトは同じ14個分使ってるってことで、まあ、単純にそのトマトの品質の差なんじゃろうけど。あ、そうだ。で、これはあの視聴者の三枝さんからいただいたものなんだけど、これ高田農園のこの南っていうトマトジュースがあるんだけど、これがな、俺が今までいろんなトマトジュースを飲んできた中でも、もう抜群に甘くて、濃厚でうまいんだよな、これ。本当にトマトだけで作ったジュースなのかって疑うくらいに、マジで濃厚で甘いんだよ。ミニトマトで作られたトマトジュースなんで、より濃厚なんだろうなって。大体はな、あの、大きいサイズのトマトで作られてることが多いと思うんだけど、これ、ミニトマトだからな、珍しくも。これが本当にうまい。マジでうまい。トマトジュース苦手で飲めない人が飲んでみたら、ちょっとそのトマトジュースの概念が変わるんじゃねえかっていうぐらいには別格。トマトジュース体にもいいんじゃな、本当に健康にもいいから、お前たちも一緒にトマトジュース生活始めようぜ。じゃあな。